時は戦国の終末、江戸前期、東海三国そして信濃で激突した豊臣軍対徳川軍。この広範囲に及ぶ陽動の駅は岡崎の戦い、また第三次上田合戦における松本の戦いなど、大小入り乱れた激戦が繰り広げられた結果、ついに豊臣軍が関八州国境まで迫ることに成功した。秀吉により人心を極めた豊臣であったが、大公が死去すると急速に衰退を余儀なくされ、徳川家康は豊臣より天下を簒奪するに至った。されど日の元の諸大名が総じて徳川に心中する中、摂津大阪の豊臣だけは断じて江戸に屈服せず、これは幕府にとって大きな脅威と認識される。こうして老獪な古田抜き大御所家康は暗躍、数々の策謀を持って大阪を追い詰め、秀頼率いる豊臣は筆頭家老片桐の離反、それに伴う大和勢の兵力が減少するなど、次第に危急存亡の時が刻一刻と迫っていったのだ。しかし太閤殿下が残した大阪城と権威の余韻は、徳川へ下るという選択肢を選ばせず、恩子に見限られていた豊臣は各地の浪人を集め、共に徳川幕府軍に抗う、すなわち天下に一矢報いる、この背水の陣とも呼べる戦いに突き進むことを決断した。だが以下に戦力を増強したところで、敵勢は天下の覇者たる大軍にて、これかなわず、小規模な合戦と大阪城での籠城による姿勢、この消極的で情動たる策を豊臣軍は採用した。一方これでは勝てぬことを自覚していた真田信繁は、豊臣秀頼に無役と紙一重な卑怯な策を検索する。それは徳川幕府への基準を受け入れる代わり、大東なる上洛にて二条会見後に進化の礼を取る。この偽りにて、将軍を京へ誘引して奇襲するというもの。彼は最後まで策を聞くと、亡き父に思いを馳せ、ついに秀頼をおとりとして大阪浪人5人衆による初戦、京都奇襲が実行されるに至ったのだ。大阪より二条へ駆け抜けた豊臣軍8000は、将軍を護衛していた幕府旗本軍1万を奇襲、総大将大久保忠隆はじめ徳川家臣は次々に撃たれ壊滅、将軍秀忠も火縄銃の流れ弾で瀕死の重傷を負い、間一髪のところで東国へ落ち延びていったのだ。不完全ながら第一報を聞いた大御所家康は、軍勢を率いて三河岡崎へ進軍するも同地で詳細を聞き、怒りのあまり憤慨の吐血で病に伏した。この状況に幕府は指導者二人の機能不全で大混乱。こうして幕命が出ない状態に筆頭不大大見軍、また徳川一門御三家筆頭尾張徳川軍、諸藩は連合軍にて京へ進軍するも残されたのは、焼け落ちた二条城のみであり、豊臣軍はすでに凱旋、そして浪人五人衆は大阪城を後ろ盾に行動を開始、豊臣一門でありながら府中な泉川地の小出軍を、境で破って立て続けに二カ国を平定、続けてこの動乱へ介入した紀伊浅野軍を追撃して攻略、軍事における成功と並行して策謀目視、片桐を返して東道を、淀殿を返して京極を懐柔、また下った京都諸子大板倉勝重の名で徳川の機密情報、これを天下に流布して幕府に疑念を抱かせた。そのような最中、大御所家康が地獄に落ちたことで、日の元の大大名は次々に幕府から離反して豊臣を支持、ついに倒幕を掲げた豊臣軍は丹波の松平軍を破り、丹波騒動で窮地の大見軍をも味方に引き入れ、一気に進軍して大垣にて終わり徳川軍と決戦に及んだ。この戦いが契機となり濃尾平野の諸城を攻略、山東や越前松平軍の挙兵による膠着で、浪人五人衆の明石照澄が逝去するなど、一時的に苦戦を強いられるも最終的には一掃、日の元の豊臣支持は揺るぎないものとなり、関東での決戦を見越した幕府軍は大動員を開始、豊臣軍も秀頼の名で大号令が発布され、東海道と中山道における両道の駅が勃発、豊臣軍は両道を抑え、幕府軍は北関東を抑えた、ついに両軍が関東にて決戦に臨まんとしている、果たしてこの勝敗はいかに。上様、申し訳ございませぬ。こたび、上田で真田信之勢と合戦の最中、後方の信濃松本城を豊臣の真田信繁勢に強襲され、わしが率いし上田討伐軍は総崩れと相なりました。行き恥はさらせませぬ。何とぞ切腹のご下知を。ただちか、馬鹿を申すでない。己、真田めが、上田討伐に信繁までが参戦するとは。上様、わしも同罪にございます。憎き豊臣軍主力6万を前に、水野勝成と共にこれに抗うも、亡き父上から直々に預かりし、寸頓に東海三国を守り通せず、よもや、江戸に落ち延びることになろうとは。豊臣軍はすでに駿河駿府館まで落としたか。されど陽明、敵が迫っている中気を落としとは、これを府中と呼ばず何と呼ぶのだ。上様の申すこと、ごもっとも。確かに大久保殿は真田を討伐することかなわず、上田城を落とせてはおりませぬが、神津家沼田と信濃小諸は落城させております。特に信濃小諸城は関東への要害となせる要所。次に幕府は東海三国を失地したものの、北関東の小大名を余すことなく討伐、下野では上杉伊達連合軍を破っております。幕府の戦略は江戸を中心とした関八州、これを起点に地盤を固め、豊臣軍を迎え撃つ策、力ばこれなせたということにございますな。すなわち両軍の戦略が達成されたとなれば、残すは死を決する決戦のみ。それを前に敗戦を嘆くとは言語道断。天海殿の申す通りである。目が覚め申した。上様、気概をなくしており申し訳ございませぬ。うむ、分かればよいのだ。豊臣軍は必ずや武蔵を目標に攻め寄せよう。今しがた江戸城の出丸を不審しておるところだが、ここで迎え撃つは最終手段である。江戸に至る前に決戦を行うべきと心得るが、これ以下に迎え撃つ。果たして豊臣軍はどこを進軍する策を取る
通過。豊臣の北条征伐では北国街道、また東海道の2手から一気に関八州へ至ったと聞く。信濃中山道は未だ幕府支持の勢力が健在。ならば進軍にたやすい東海道を進んでくるか。上様、確かに駿河は豊臣の手に落ち、関八州と国境を接しておりますが、未だ幕府の元には伊豆がございます。東海道を進む豊臣軍に立ちはだかり、同地の韮山にてもう一線あるべし。ふむ、されど北条征伐では、北条軍が豊臣軍相手に同様の策を講じたものの、伊豆また駿河方面に布陣した北条軍は壊滅。わずか1日でこれを突破され、またたくまに小田原城の包囲を許す結果となった。この初戦と北国街道から来たる戦い、御師城の戦いを除きすべて北条軍は惨敗したが、降伏まで小田原城は落ち申さず、これをつらつら重ん見る限り、いたずらに兵を減らすだけなのであれば、東海三国同様に伊豆の湿地は致し方なく、わしの居城小田原をもって豊臣軍を迎え撃ち、死因を決するべきとこの直ちか心得る。ふむ、展開はいかに決戦に臨むべきと。坊主のわしは対局を見る者ゆえ、どこを決戦地に定めるかはわかり申しませぬが、古今、東国から京を目指せば美濃又を海、逆に京から東国を目指せば駿河伊豆相模国境、かの地が決戦地に選ばれております。古くは鎌倉幕府倒幕から始まりし、五代後帝と足利の騒乱では、強敵である足利尊氏公を討つため、新田義貞公が官軍を率いて東国へ進軍いたしました。その勢いまさに豊臣軍と同じく破竹。されど、駿河まで一気に至り関八州に攻め入ろうとした時、意を決した足利尊氏公は軍勢を伊豆方面に進ませ、新田義貞公が率いる討伐軍を打ち破りました。なんと、まさにその時の足利は、今我ら徳川が置かれた状況と同じく、そして何より欲する勝ち戦をやってのけたと。ははこれにて足利は朝廷を打ち破り、天下平定に突き進んだのです。小田原を越えて勝負に臨んだからこそ、足利軍は勝てたのであろうな。わしも決戦には賛同いたす。しかし、足利の故事は200年をも前の話、30年前に行われた北条征伐に習うべきかと。徳川は北条にあらず、ここは全軍を持って伊豆まで繰り出し、豊臣軍相手に支流を決する合戦を挑み、これを大破して逆進の初犯に幕府の意向を示し、天下最強たる徳川軍を確固たるものとせん。本田忠朝、徳川家臣、かの徳川四天王本田忠勝の次男であり、濃尾での戦いの頃、東道軍に攻められ心中していた、伊勢亀山の大名本田忠政の弟である、東国無双と評された父に劣らない猛将であり、関ヶ原で初陣を飾ると上総に所領を得た、史実では大阪冬の陣で酒の酔いにより敗走、これを家康に叱責されたことで夏の陣では、毛利勝長に正面から突撃して討ち死に、遺言は酒を諌める言葉であったことから、現在は酒封じの神として祀られている。忠朝、上総から江戸まで大義である、道中、難儀したそうであるな。海が荒れており、表情に帰参いたしました。また酒に酔ったのではないか？はっはっは、もう酒はやめ申した。あれは人をバカにいたす。決戦を前に良き心がけである。して上様、いかがいたしますか？伊豆にて決戦を行うべきか、相模小田原で迎え撃つべきか、難しい二択であるが、豊臣軍が駿河より、一気に小田原をついてくる可能性も否めぬ。さりとて伊豆は源の頼朝公が身を起こし、また北条早雲が立身出世を遂げたち、かの者たちはその後東国を勢力基盤とした。故に伊豆と関東は切っても切れぬ間柄、今まさに関八州での決戦を前にして、伊豆を無抵抗のまま豊臣軍に明け渡すなど、出花をくじかれるだけではなく全軍の士気に関わる。ここは軍勢を一点に集中させず、伊豆と相模の二手に布陣させ、二方面からなる広範囲の決戦に臨むべき。はは、ご英断にございます。展開、豊臣軍と我らの戦力差はいかに。豊臣軍は先の東海道攻めに動員した軍勢、またその攻略地から徴兵した軍勢合わせて、5万から6万を合すと思われます。だがそれが豊臣の全軍ではなかろう。領土から至ればいざ知らず、東海道のみの攻め口では、それだけでも渋滞、豊臣軍は朗々が持たぬでしょう。故にこれが限界と考えられます。ふむ、相分かった。続けよ。対して我ら幕府軍の全軍は10万程度、欧州の伊達や上杉へ最低限の4万を残し、残りの全軍すべてを伊豆と相模の決戦に使うべし。力場6万を動員できるということか。所長、豊臣軍が動き次第以下を命じる。徳川頼信、前に出よ。はは、ここにおります。そなたはわしの名代として全軍の総大将を任せる。江戸城より出陣して敵軍を迎え撃て。承知いたしました。東海の無念晴らして参ります。本田忠朝、前に出よ。はは、ここにおります。そなたは暴走の書状をまとめ出陣に及び、決戦に投入する軍勢の中核をなすべし。よい、豊臣軍打ち破って参る。大久保忠隣、前に出よ。はは、ここにおります。そなたは居城の小田原に入り、敵勢が動き次第全軍の戦目付けとして頼信を補させよ。しかと受けたまわりました。我ら徳川にとってこの規模、亡き神君家康公が切り開いた関ヶ原に次ぐであろう。この決戦に勝ち、一気に反転攻勢へ転じ、東海道を北進して濃尾まで至り、今一度京に上訴して大阪城へ至ろうぞ。徳川の後輩この一戦にあり、吉と出るか凶と出るか、仏にもわからぬ所業であろうな。
源次郎、傷の方は癒えたか？そう心配なされなくとも、兄上のおかげで、万事解放に向かっております。上田に到着した際は、たまげたぞ、あれほど出血しておれば常人では生きておれぬ。はっはっは、わしの出血など些細なもの、体についた血の大半は敵兵のものにございます。うむ、それはよかったが、兄上は相も変わらず心配性にございますな。心配性でなければこの無語いらんせ、命がいくつあっても足りぬわ。父上と源次郎には何度心臓が止まるほどに、驚かされ続けたか、たまったものではないぞ。はっはっは、それは申し訳ございませぬ。して、先ほど東海の豊臣軍より使者が参った、若き頃の源次郎に似ていて、懐かしい気持ちになってしまったぞ。行政殿、入られるがよかろう。父上、ご無事で何よりにございます。使者とは大助であったか。務めた意義である。大助も無事ではしも安心いたしたぞ。はは、ありがたき幸せにございます。やはり雪政殿は若き源次郎にそっくりだ。されど父の源次郎より礼儀がなっておるわ。大谷行部殿の姫君譲りと見た。はっはっは、わしは礼儀がなっておりませぬか。信行様、ありがたきお言葉にございます。かしこまることはない。わしはそなたの叔父なのだからな。はは、叔父上。うむ、それでよい。信義もこちらへ参れ。はは、叔父上。雪政殿、真田信行が嫡男、真田信義にございます。伊予義なに。信義殿、大きくなられましたな。最後に会ったのは、二度目の上田合戦の前。その頃は、まだ5歳ほどであったか。能源次郎、感慨深いものがあるな。両立教と評された父上のせがれとして、わしら兄弟は生を授かって共に育った。それがこの憎き乱世のおかげで生き別れとなり、こうして20年ぶりに再会したかと思えば、お互いのせがれに真田の時代を託す頃合い。兄上、何を申しますか。隠居してもらってはまだまだ困りますぞ。はっはっは、そうであるな。源次郎がやっとこの上田に帰ってきたのだ。大助、そなたにとって信義殿はしけ筋、敬い、そして支えて、真田を守っていくのだ。はは、父上、承知いたしました。信義、そなたと雪政殿はいとこであるが、実の弟のように思って接するのだ。わしの大切な弟のせがれなれば、決して粗末にしてはならぬ。仲良くよいな。はは、父上、雪政殿と手を取り合い、真田の家を守ってまいります。雪政殿、何卒よろしくお願いいたします。の、信義様、頭を上げてくだされ。拙者こそよろしくお願い申し上げます。はっはっは、これで真田は安泰である。して大助、東海道は連勝していると聞いたが。はは、豊臣軍は寸東美の徳川軍、また関東から至った援軍をも大敗いたし、駿河駿府まで落城せしめ干渉いたしました。なんと、それは頂上至極。これで豊臣軍はいつでも関八州に攻め入れるか。やはり、目指すは江戸城か。はは、江戸城が落ちれば徳川の没落、確実なるものとして天下に示し、また再起を図ることも叶わぬでしょう。うむ、その通りであるな。よもや徳川幕府が揺らごうなど、わしは思いもよらなんだが、これもすべて父上の執念たる怨念の所用。恐ろしいとしか言葉が出ぬわ。はっはっは、その血は兄上も受け継いでおりますぞ。そうであったな、寒気がしてしまうぞ。して源次郎、これよりいかがいたすのだ。ふむ、当分は信濃にとどまり、徳川軍の攻め手を食いとどめようかと思うております。関東で徳川軍を相手とする戦、誰よりも待ち望んでいるは源次郎ではないか。されどわしが信濃を出ることになれば、兄を見くびるでない。こう見えてもわしは真田阿波の神正幸の嫡男なるぞ。源次郎と共に討伐軍を破った今、信濃はわし一人で十分である。もし関東での決戦の隙を突かれ、再び徳川軍が攻め寄せれば、この上田城にて今一度追い返してやるわ。源次郎、雪政殿を連れて東海道に向かうがよい。兄上、ありがたきお言葉、必ずや関東での決戦に勝利いたし、江戸を落城せしめて戻ってまいります。うむ、分を祈っておる。源次郎、無理はするでないぞ。皆の者、遅れて申し訳ない。遅い、遅すぎるぞ。どれだけ待ったと思うておるのだ。今にもわしは関東へ出ぜひ聞いて打ち入るところであった。はっはっは、後藤殿、鼻息が荒いですぞ。真田殿も数十年ぶりの郷里となれば、積もる話もございましょうぞ。されどこの決戦、真田殿を変えてはできませぬ。うむ、その通り、我ら五人の約束が今果たせるのだ。真田殿、陣立てはこのようになっておる。まずここ駿府にはわしと後藤毛利勢からなる2万、それに到着した真田勢1万、合わせて3万。これがこたびの戦法にて主力となろう。また後方には木村重成やわしの弟康豊など、総勢2万程度が遠江から三河まで列をなしておる。この大軍にて一気に東海道をさらに投進、目指すは少年が腐った徳川の本拠、江戸城。真田殿、ついにこの時が来ましたな。京都奇襲より、思いを馳せていたことがある。衰退した豊臣が徳川に勝つためには、卑怯な武略を使うしかないと、京都での奇襲、そして疲弊した農儀への討ち入り、最後に北関東侵攻の隙をついた両道の戦い、だがこたびは違う、真正面からの全面戦争、豊臣が再び天下を取るには避けて通れぬ戦だ。おう、叩き潰してくれるわ。やってやりましょうぞ。天下は攻めとは関ヶ原にあらず、寸衛層の国境にあり。さて、敵は伊豆まで繰り出してきますかな。寸東に東海三国をあっけなく渡したのだ。もはや臆病風に吹かれ関東にこもる所存であろう。だが徳川とて鉄器盛んな三河武士、全面的な戦いで引くことあろうか。ふむ、伊豆を放置いたし小田原にて決戦に及ぶか、あくまで前線を関八州伊勢の伊豆と定め、軍勢を繰り出して支流を決するか、両軍読み間違えれば大路を失うことになろう。わしであれば伊豆を捨てるような馬鹿はせぬ。徳川とて必ずや軍勢を繰り出
すはず。その際は韮山手前の泉島が決戦場となろう。かの地は伊豆から相模箱根に通じる要所。偵察では砦を構えている様子。であれば三島にて決戦に及んで、相模小田原方面になだれ込むか。されど徳川は全軍を三島に至らせれば、相模西部が手薄になるということ。我らは御殿場から一気に小田原をつける。やはり豊臣も徳川も入り組んだ国境沿いにおいて、軍勢を一点に集中させることはできぬ。我らと定図を無視して御殿場から小田原に至った際、敵勢が箱根より伊豆に軍勢を繰り出せば退路を失う。ではいかがいたすのだ。ここは伊豆を大いに使ってやりましょう。我ら豊臣軍が出陣すれば敵勢は伊豆に入り、三島に布陣するはず。この軍勢に対峙させるは御詰めに任せ、我ら主力は一気に御殿場から箱根を目指して南下、相模小田原方面に集結した敵勢を破って、取って返す勢いにて三島に集結した敵勢を殲滅。この二度に及ぶ広範囲の合戦を決戦として定め、勝利後は一気に韮山小田原領城を攻略した後、残存兵力を持って江戸城まで進撃いたす。この一大決戦において敵勢の殲滅、なせれば古今危機に勝る大将と言えよう。おう、腕が鳴るわ。真田殿、こたびの総大将として出陣のご下知を、わしが総大将とは。うむ、異存ござらん。早く出陣の下知を下さぬか。うむ、承知いたした。この大任真田左衛門介信繁が受けたまわる、皆の者、出陣である。おう、ついに5万をゴースト豊臣軍が関東に向け出陣する。迎え撃つは幕府軍6万をゴース大軍にて、合わせて10万をも優に超える軍勢が、駿伊総の国境に順次布陣するに至る。両軍の戦略はこの決戦において敵軍の撃滅、すなわち紛れもなく敵の大軍を待った後、支流を決する決戦へと移行するということであった。これが武士のお作法か、はたまた戦略か、それはいざ知らず、されど両軍は正々堂々、この地で互いの攻防をかけた一戦に臨んだのだ。真田殿、両軍布陣いたしましたぞ。徳川軍は相模西部に徳川頼信や本田忠友、また小田原城主大久保忠隣など、こたびの主力3万を集結させております。一方の泉も鳥居成次を筆頭に3万を繰り出し、総勢6万の両面にて我らを迎え撃つ構え。対して豊臣軍は我ら浪人衆を主軸に、相模西部へ主力3万5千を布陣いたし、泉島には御詰め2万を退治させておる。ではまず主力同士の合戦に臨んだ後、陸の退路を断った伊豆の敵勢を殲滅するぞ。うむ、皆の者、万事軍議通りに、全軍、回転である。敵は各翼の陣にて中央に本田勢1万を配置。後藤殿、いかに敵を破るか。決まっておる、魚鱗にて中央突破あるのに。はっはっは、よかろう、全軍、目指すは中央の本田勢である。はは、中央を突き、敵勢を総崩れにいたしましょうぞ。右翼にて徳川大久保勢1万6千を確認。知ったことか、本田以外眼中に入らぬわ。真田殿、本田勢が姿を現しましたな。毛利殿、わしと共に戦線を押し上げ、本田勢に総攻撃をかけてくだされ。はは、承知いたしました。中央が後退したことで敵の布陣は崩れておる。一気に本田忠友を追い詰め殲滅するぞ。交代許さず本田勢を捕らえることに成功いたした。これで包囲は完成したとなれば、あとは殲滅のみ。皆の者、最後の攻撃である。全軍一人たりとも撃ち漏らすな。敵勢中央突破を許し総崩れ。勝利である、勝ち時をあげよ。総勢6万5千が激突した小田原野戦にて、主力3万が壊滅した徳川軍。これは伊豆方面3万の退路が断たれたことを意味し、豊臣軍は策通り伊豆勢の殲滅に乗り出す。対する鳥居成次はこの絶体絶命な状況を前に、積極的攻勢にて一筋の勝機を見出そうとするも、木村重成と真田信繁の強撃に大敗を喫した。こうして駿伊総の決戦はわずか数日間で、徳川軍6万が包囲殲滅される形となり集結。関東屈指の名城小田原も、守備兵がいなくてはただの張りごてとかし、韮山城同様に落城することと相なる。上様、ご報告にございます。小田原また伊豆にて幕府軍惨敗。なんだと、いかほど兵は残っておるのだ。全軍壊滅した吉にございます。またすでに韮山小田原領城陥落。そのようなことがあるものか。あってたまるものか。やはりわしには天下を滑る際なかったというのか。上様、お気を確かに。上様、伊豆一国と相模西部小田原を制圧した豊臣軍は、相模東部そして武蔵江戸城を目指し投進。対する徳川軍はこの進軍を防ぐため、伊達上杉の抑えとした軍勢2万を引き抜き、両軍は相模平塚にて激突する。されど勢いに乗り兵数でも勝っている豊臣軍は、立ちはだかった2万の軍勢を圧倒して大勝。これにより玉縄城や鎌倉を制圧する。ここに至り江戸城の守りとする城はことごとく落城。幕府は豊臣軍の進軍を完全に許す事態となり、もはや無抵抗のままに江戸城は包囲され総攻めが開始。そして天守まで攻め上がったのは毛利勝長、長宗我部盛親、後藤元次、真田信繁の浪人衆たちであったのだ。彼らは徳川軍を完膚なきまでに打ち破って、ついに幕府の象徴江戸城を落城せしめた。豊臣と浪人衆の悲願が今果たされ、徳川の御代は終わりを告げたのだ。秀頼様、
方にございます。東国の真田殿より大将の知らせが。なんと、それは誠か。寸理層の国境にて、徳川軍を殲滅、武蔵への障害となす書状をことごとく攻略、ついに江戸城を総攻めにて落城せしめ、将軍秀忠は滅亡した関東管領上杉同様に、神津家と逃げ散り幕府軍は名実ともに崩壊。春名が、これは期待していた以上の戦果。はは、秀頼様、お喜びくだされ。豊臣は、今まさに復権を果たしましたぞ。泣くでない春名が、これは始まりである。復権を果たした大阪と衰退した江戸、そして新しき豊臣と日の本の秩序が、今この時から始まるのだ。この決戦により徳川軍は全軍が壊滅、江戸城も落城したことで遺構も失墜、これすなわち徳川幕府の崩壊と同義であった。残るは九州北部の新幕府大名である黒田と細川、そして越後の徳川一門松平、後進の不大小大名。最後に全軍が壊滅したとはいえ、未だ北関東に勢力を持つ徳川、されどこれらは豊臣の敵ではない。残党勢力は日の本の1割に満たず、今や有力大名は軒並み豊臣を支持している。いつかの徳川と豊臣は完全に逆転を果たしたのだ。早晩討伐軍が出陣し壊滅に追い込まれるであろう。だが秀頼の申す通り、これは始まりである。新たな秩序において豊臣が政権を確立できるか、または次の乱世に突き進むことになるか、その分岐点が今ここなのだ。しかし徳川を打ち破るこの一点では、紛れもなく豊臣と浪人衆は目的を果たした。父上、この豊臣の秀頼は、この真田源次郎は徳川軍を打ち破りましたぞ。どうも、軍神まんじゅうゆっくり霊夢です。どうも、暴神まんじゅうゆっくりマリサなんだぜ。霊夢、急に出しゃばるなよ。いい感じで豊臣滅亡寸前編完結しただろ。動画を悪いタイミングだったのに。それもそうなんだけどさ、江戸落城時点での戦後世界とか各国の戦力差、それに伴う心残りを話したくて。なるほどな、ささっと話してくれよ。はい、わかった。まずこれが江戸落城時点での関東地図。これを見る限り、まだまだ徳川は健在だな。そうなんだよね。あと数回は決戦を起こせるくらいには、反抗できる余地が残された感じ。なら幕府は崩壊してないんじゃ。いや、寸理総決戦を戦ってみたらさ、こちらが投入した5万と敵軍6万、損害2万程度で6万を殲滅できちゃったんだよね。だからもうすでにここからは消化試合とかして、徳川軍相手に苦戦することは一切ないと思う。数万の討伐軍を送り込めばあっという間に崩壊だよ。それにこれが各国の兵数上位ランキング。徳川軍は未だに2位を維持しているけど、豊臣軍は頭一つ飛び抜けてるな。うん、豊臣の天下は揺らがないね。それでここからが失敗と心残りなんだけど、結論から言えば、この豊臣支持の日の本は早晩崩壊する。は？それはどういうことなんだよ。まず前提として豊臣支持の土台が反徳川連合ということなんだよね。すなわち徳川幕府を討伐しながら大将の諸大名、これ余すことなく全て豊臣に心中させていかないと。連合解散時に豊臣支持を取りやめてしまう。その通り。まあ同盟やら婚姻結んで、豊臣と各地の大名が平和を維持できても、大名同士で争い始めてしまうんだよね。なるほどな。豊臣を奉じた新たな秩序と謳って、その実は大名同士で合戦してたら問題だ。うん、今回は久しぶりの戦国立志伝で息抜き動画だったから荒っぽいプレイをしてしまい、九州北部の黒田細川が幕府支持に回ってしまったり、朝廷工作で秀頼の官位も一切上げなかったから、佐竹、伊達、池田、毛利、福島、島津とか有力大名を心中させることができなかった。上杉は最後の最後で心中させられたんだけどね。国境が接している有力大名同士は、東北の覇者をかけて佐竹と伊達が争い、中国の覇者をかけて福島、毛利、池田が争う。こんな感じになってしまうのか。今は反徳川連合で結束してるけど、多分そうなる可能性が高いと思う。東道と飯も万馬騒動では共闘していたけど、連合が解散してしまえばどうなるか。徳川が健在の方が日の本は平和じゃねえか。はっはっは、笑えないよ。これを回避する手段はないのか。理想を言えば緩やかに徳川を討伐しながら、官位上昇を重ねれば有力大名も心中するかも。それか、争いを起こした一方と手切れして討伐軍を送り込んでしまえば無理やり解決できるけど、ひどい武断的な新しい秩序だな。メタイゲーム上の話としても、豊臣滅亡寸前編の戦後世界の物語としても、この豊臣政権は盤石にはならなかったね。これが失敗と心残りってことか。まあでも佐竹と伊達が争ったら、関ヶ原でも西軍寄りだった佐竹に味方して、真田幸村に伊達政宗を討伐させるのも一興。プレイを続けてたらそれもロマンあるね。今回は徳川軍と戦いたいってのと、目標を江戸落城に定めていたから、そこまできっちりこなして動画にもできて、個人的にはすごく楽しく息抜きできたよ。うむ、それは良かったな。ここまで長らくお付き合いいただき、誠にありがとうございました。